とハンマーを外しました。フレンジコードはこの茶色い紐で、もう手でプチプチ劣化しているので取れていく状態になってますので、新しい白い紐に付け替えていきます。あとこれのブライドルテープの革がベリッと裂けてしまいますので、新しいものに交換していきます。大概がこう裂けていっています。古い分を除去しまして、新しい分を、古い部分もここの根元から切って、新しいのも根元から貼っています。これは全部新しい革が、もう綺麗な革に全部なっております。でテープも白く綺麗になってます。古いフレンジコードを取り除いて、新しいものを貼っていっています。と片方から つけていって、両方つけていって、こんな形になっています。ハンマーを組み立てました。と新しいブライドルテープになって、コードも綺麗なものがついております。これでハンマーが弦を叩いた時に戻ってくるのがスムーズに戻ってくるようになっています。鍵盤の高さの調整が終わりましたので、次は深さの調整をしていっています。鍵盤の高さは、水平に鍵盤の高さが揃っているか、ボコボコしていないかを確認していって、深さは鍵盤が沈む深さになります。あがき定規で合わせていって、でこの鍵盤を抜いて、クロスの下に紙が入ってますので、これを入れたり抜いたりして合わせていっています。結構いろんな色で厚みが変わっていくものになります。スプーンかけという作業をしています。鍵盤をした時にダンパーフェルト、ダンパーブロックが、こう動いて弦から離れて音が伸びるんですけれども、これダンパーが動く位置を調整しています。こういう工具で、このアクションの奥にあるスプーンっていう部品を引っ掛けながら調整をしていっています。早いとタッチが重たくなったり、遅いとタッチが軽くなったりします。いい位置で揃えて今はいっています。ハンマーのレッドオフを揃えています。鍵盤をゆっくり押した時に弦に当たらずに返ってくる場所を揃えていく作業になります。強く押すと音が鳴るんですけれども、弱く引くと弦に当たらずに返ってくる場所を揃えていっています。こういう工具で、ここの中のボタンを回して揃えていっています。結構バラバラになってましたので、きちんと揃うように揃えていっています。